はい、今回はですね、ズバリ筋肉マンの狂気事情ですね。はい、超人同士の戦いではですね、基本的何でもありなんですよ。で、場合によってはね、狂気っぽいものを使うのもね、許されているんですよね。そこね、個人的に明らかにね、筋肉マンのね、その戦いの中でもね、これ狂気なんじゃないかなと思ったね、攻撃方法をね、一部紹介していこうかと思います。これを言い出したらね、キリがないのが筋肉マンであることはね、重々承知しているんですけどね、この特集を組んだことについては若干後悔はしているんですけれども、まずはね、狂気についてどこまでね、筋肉マンのね、世界ではね、許されているのかっていうことについてサクッとね、お話ししていきます。で、まずどこまで許されるのかってことなんだけども、これについてもね、結構曖昧なんですよ。ただその学研の図鑑とかを参考にすれば、体の一部とか、あとコスチュームの一部による攻撃は少なくとも反則ではないっぽいですよね。例えばジャンクマンのジャンククラッシュとかっていうのは明らかにヤバそうなんですけど、自分の手でね、攻撃しているだけなんで、反則っていうイメージはないんですよ。レックスキングとかもそうですよね。いろんな超人そうだと思うんですけれども、で、次にですね、具体的なね、攻撃方法をいくつか紹介していくとですね、まずはベアクローですね。ウォーズマンなどが使用しています。いわゆるウォーズマンのね、代名詞的な武器でですね、鉄鋼に装着された爪ですね。普段はね、鉄鋼に格納されていて、手首ごと外すこともできます。で、二刀流にすることで攻撃力を上げることも可能なんですが、攻撃だけでなく防御にも使われることがありますね。で、学研の図鑑によれば、以前ベアクローはやっぱりというかね、狂気とみなされていた感じでしたね。で、もうちょっと言うとね、ベアクローってね、学研の図鑑によれば、ウォーズマンだけが身につけているものではなくて、そのロボ超人のほとんどが標準装備みたいな感じで身につけていたみたいですね。はい。で、やっぱ狂気と思われていたんだけども、ビッグザファイトでね、ウォーズマン VS ラーメンマン戦を契機に、ロボ超人にとってベアクロっていうのは着脱可能な体の一部っていう風にね、ロボ超人の間で認識され、それ以降ですね、ベアクロっていうのはロボ超人の間で人気になったみたいな、そんなことが書かれていましたね。だからベアクロをもともと身につけていたんだけど、これちょっとどうなのかなみたいなことをロボ超人思ってたんでしょうね。ただウォーズマンが超人オリンピックでね、ベアクロをね、もうフルに使いまくってるところを見て、あれ別にいいじゃんと、俺たちの体の一部じゃんみたいな感じになって、みんな使い出したみたいな、そんな感じでしょうかね。はい。で、他にも、似たようなもので、ポーラマンのポーラネイルとかね、ガゼルマンのアントラーフィストなどがあるんですが、アントラーフィストは明らかに装備品みたいな感じなんだけど、ポーラマンのポーラネイルはどうでしょうかね。体の一部っていう解釈もできそうなんですが、あの形状を見るとね、どちらかといえばコスチュームに付属している感じはありますけどね。で、あと超人オリンピックザビッグファイトの決勝戦では、ウォーズマンはね、途中でベアクローを外して筋肉マンと戦っていたんですよね。これ見てね、当時は自分やっぱベアクロー狂気だから、これはフェアじゃないっていうことで、それを外していたのかなと思ってたんですが、その解釈でも合ってるとは思うし、一方で、ベアクロー自身は、なんていうのかな、自分のね、持ってる当然の技として問題ないんだけど、残虐なね、戦闘スタイルっていうのを捨てて、戦うためにあえてベアクロを外したっていう考え方もできそうですよね。で、次にですね、ロビンマスクなんですが、鉄仮面の角とか、あとあのアロの杖ですね。はい。ロビンマスクはですね、筋肉マン戦をはじめ、鉄仮面の角を突き刺すなどの攻撃を繰り返しています。さらにはね、下方のあのアロの杖を額部分に装着して攻撃したりしてましたね。あと炎をね、吹き出したりとかしてたんだけど、これに関してはね、鉄仮面の角はコスチュームの一つなんで、なんていうのかな、ありと言えばありなのかもしれないんだけど、あのアロの杖はね、自分当時見てて、これちょっとアウトじゃないかなって思いながら見てたんですよね。ただ誰も指摘しないことから、筋肉マンの世界ではありなのかなと思いながらね、見てたんですけど、もともとあのアロの杖っていうのは、ああいう使い方をするんだよっていう認識が、超人の間にあったのかなってのは思ってます。ケビン・マスクも同じような攻撃してましたよね。
で次にですね、まあ毒斬り攻撃ですね、まあブロッケンジュニアですが、まあこれね狂気とはちょっと少し違うんだけど、まあなんていうのかな、プロレスでいう反則攻撃の代表格みたいな、そういうイメージがあるんでね、ここで紹介させていただきました。でまあ筋肉マンでね毒斬り攻撃する超人といえばね、ブロッケン親子をね連想するんですが、意外にこのこういった攻撃をする超人っていうのは少ないのかもしれないですね。はい。で次にですね、まあミスターカーメンですね、ミイラパッケージです。はい。まあミイラパッケージっていうのは相手を布で包み込んで、カルトゥーシュストローで相手の体中の水分を吸い取るっていう技なんですよね。で昔はね特に反則とも思わなかったんですが、その水分に吸い取る際に使用するストローっていうのはちょっと狂気というには十分すぎる代物かなっていうのは思いました。っていうか悪魔超人ってなんていうか、もともとそういったね身体的能力としてなんていうか反則っていうかちょっと特殊な能力を持ってるんですけど、あからさまに武器っぽいのを使うのって意外に少ないなっていうのは思いましたね。ミスターカーメンはそのうちの一人かなって勝手に自分は解釈してるんですけどね。で次にですね、まあ悪魔将軍ですね、はい、両手の剣なんですが、他にもなんかちょっと狂気っぽい攻撃はしてるような気もしますけどね。はい。悪魔将軍はねその両手に剣を仕込んでいるんですよね。まあこの剣についてはちょっとコスチュームっていう説明はちょっとと厳しいのかなとも思うんですけど、いいんじゃないっていう意見も多そうですけどね。はい。でまあこれらの剣を使ってですね、特にその地獄のメリーランドなどを仕掛けていますね。はい。でモンゴルマンもこの時何にも言わなかったから、まあ筋肉マンでの戦いではセーフなのかもしれません。でシルバーマンもね盾を装備しているんだけども、まああれはあれでね、ある意味狂気かもしれないですね。ちなみにね、あの悪びれることもなくね、パイプ椅子で筋肉マンを殴っていたんですが、ここはさすがにモンゴルマン止めていましたね。まあ止めた理由が反則だったからなのか、もしくはいつの間にかいた観客たちにねちょっと迷惑をかけていたからなのかっていうのはちょっとわからなかったんですけど、まあその両方かもしれませんね。で次にですね、まあネプチューマンっていうことで、まあメインは鍵盤です。はい。まあまずねちょっとネプチューマンのコスチュームのね直帰についても触れておくと、まあ直帰にね角っていうかトゲがついているんだけども、まあダブルレッグスープレックスを仕掛けるときなどに使用していたりします。ただこれは今言ったようにコスチュームの一部なので OK かもしれないですね。ただねその宇宙超人タッグトーナメントの決勝戦でそのね、鍵盤をですね、そのリング下にあった鍵盤をマグネットパワーで左腕に貼り付けてクオーラルボンバーを繰り出していたんですが、これについては結構突っ込まれていましたよね。あのパーフェクト超人って基本狂気は使っちゃいけないんで、あれ狂気なんじゃないっていう意見は結構多かったみたいですけどね。ひょっとしたらソードデスマッチではあの攻撃も認められていたのかもしれないです。まあこんな感じですね。まあ筋肉マンの攻撃って非常にねバリエーションがねいろいろあってね面白いものもあるんでね、またこういった特集やっていこうかと思います。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。